お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりですね、ここで撮るの。うん、久しぶりで、マジ結構何ぶりみたいな。何ぶりやろ。あれ思い出しましたけどね、僕とみっちーくんがリリーちゃんの車パックる時に、あれもここで撮ってた。ここで撮ってました。あ、マジで隠し撮りしてて。あれ夏やったよな。あれ夏っすね。夏やったよな。私ここで撮ったの、あれ思い出す、あの社長の1000万で、あー、はい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 、ありましたね。あれもここで多分撮ったよな。なんか1000万並べて懐かしい懐かしいな。そんな懐かしい企画を。懐かしい企画、はい、あの塗装女子。そうです。あー、復活塗装女子シリーズ、イエーイ。マジで急やねんけど、マジで、はい、どこの現場。とりあえずさんです。とりあえず変身します。ちょっとこれじゃあ、あ、ありましたね、そんなピンクの。そうピンクのつなぎ。ちょっとサイズ、はい、私のサイズではちっちゃくて、はい、ちょっとパツパツっていうか、ちょっと丈短い。あ、そうなんですか。そう、私背高いんで、はい、まあでも、じゃあ変身&ワープですかね。そうですね、変身&ワープでいきますね、はいはい、では倉岸さんの現場に着替えてワープしますね。はい、いきます。はい、わー、はい、着きました。着替えて、これ、ま、懐かしいよな。多分最後に来たあれ、社長の部屋落書きした、はい、あ、社長室。はいはい、ありましたね。その前が多分寺西さんの現場で、はい、塗装女子できて、ま、今回塗装女子リベンジで、はい、あのおなじみ塗装職人寺西さんにちょっと弟子入りします。はい、ちょっと おるんで、はい、行きましょうか。お疲れ様です。あとからとかあんのよこれ。さっきまでしてなかったのに。しとかなまずいだろ。一人だったらしないけど。確かにしとかなまずいですかね。しとこ。いや、やっとなくていいですか。はい、あ、さすまいの変態仮面。行こうか。行こうか、なら。行こうか。来た来た。来ましたね。今日は何をするんですか。今日来たば、今日初日だもんでさ。はい。洗浄終わって、はい、初日なんで。はい。屋根の下塗り養生なんだね。いいですね。屋根やってみたかったです。屋根やってみたい。やってみたいです、ね。めちゃくちゃ大変だぞ。あ、全、あ、頑張ります。腰やられるよ、はい、腰、あの25なんで大丈夫。大丈夫、あ、大丈夫か。25なんで、まだまだ大丈夫。大丈夫だな、はい、あ、ついてもいいよ。あ、わかりました。ここから入れるってことですね、錆止め。あ、そうそうそう、シア塗ってから入れるもんね。はい、こういうとこはハケじゃないとやっぱ入らんから。いや、ローラービシって言ってもいいんだけど、はい、ローラーあとついちゃうもんで、板金だもんで。あ、そうそうそう、あ、そういうことですね。あ、気にせん人は気にせんけど、はい、まあ自分で何枚かって決めて、はい、はい、枚数ごとに。あ、そういうことですね。あ、一気にブワーって塗るんじゃなくてってことですか。あ、そうそうそう、あの、まあ、縦も横も人によって違うで、はい、俺は縦やる派なんだけど、これ、はい、横で行く人もおるわ、向こうまで。あ、そうなんですか。へー、まあ、こういう風にやっていく。はい。コツとか意識してることとかあるんですか。コツ？はい。まあまあ、つけすぎて垂れてこんようかな。ああ、そういうことですね。この隙間から。へえ。はい。あ、なんか、あ、アイスみたいになっちゃうってことですか。あ、そう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 。あ、そうそう、つまみみたいになってくる。ならないようにってことですね。なんか思ったより薄付きなのかなって思う。あ、薄いよ。私の見た感じ、薄、結構薄付きっていうか、ぼってりではないんだなって。あ、ぼってりじゃないよ。うん、超均一に均一に塗ってこなかった。はい、やれる。了解です。やれる、これ。わかりました。ここやればいいですかね。あ、そうそうそう、わかりました。じゃあまずあれですね、縁みたいなところ、これ どれくらい含ませればいいですか。筆に、ベチョンでいい。ベチョンでいいですか。ハケの方はベチョンの方がいい。ハケベチョンで どのくらい切ればいいもんですか。一回パチンって切ればもうそれでいい。あ、フル。そうそうそう、それでいい。はい、で垂れそう垂れそう。あ、やばい、垂れた。これ絶対多いんですよね。そんなことないですか。あ、別にいいよ。別にいいですか。てかすごい板金にベチョってなっちゃった。うん、うん、うん、板金これは板金にあんまつけないようにした方がいいんですか。なるべくはね。あ、すいません、まあ、どの道しゃぶいであんまり、あ、あんまり凹凸にはならんですか。凹凸にはならないけど、うん、あ、すごいですね。あ、でも全然確かにぽってりついちゃった。まあ、あの、錆止め入れるもんで。あ、そうそうそう、なぜできゃいいよ。あ、これで段が、段が消える。あ、そういうことですね。おお、難しいですね。難しい。じゃあ次、あの、こっちで。これで どのくらいつけるもんですか。あ、すいません。鉛筆持つみたいに。鉛筆、はい。
あ、筆の場合ね。あ、筆の場合は、はい。たまにこうやってやるやつおるけど、こうやって塗ってる人。力入っちゃいすぎて、ギュッて。これはどんだけつけるもんですか？あ、これ。はい、はい。これ、はい、はい。ベチャッとつける。もう、当たったらいい。一回当たればいい。一回当たればいいんで。え、これ縦ですか横ですか？あ、どっちもいいよ。どっちもいい？どっちもいい。これ、あ、大丈夫ですかね？大丈夫、大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫。あ、手が汚れちゃったよ。そこ悲しむんですか？気持ちいいですね、やっぱり。油断するとね、これこのまま行くでよ、これ完全でこのままゴーンって。やば、なんかすごい止まる。塗っとるときは楽しいかもしれない。楽しいですか？楽しいのかな。塗っとるときはね、楽しい、なんか、あ、出んのかなみたいな不安の方がありますね。なんか、この、何、カラーベストのこの段差のところ入れるん、むずない？あ、もうローラーがあのペチャペチャになってくると、はい、そうなる。あ、新しいうちは綺麗に入るから。どんなもんですか？こんなもんですか？あ、で、いいよ。お直しするところはありますか？あまり入れすぎると、はい、隙間から垂れてくるもんね。 あんまりやらんほうがいい。 ここの間に溜まるってことですか？そう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 、溜まって垂れてくるもんで。あ、じゃああんまりグイグイってやらんほうがいい。あ、グイグイってやらんほうがいい。あ、そうなんですね。へえ。なんて言うんでしょうか。ん？なんて言うんでしょうか。まあ、そこそこいいんじゃない。そこそこいいですか？半分以上いい。半分以上、50点ぐらいですか？50ぐらい。70ぐらいで。あ、70もくれるんですか？ありがとうございます。垂れとったらもう失格だけど。あ、でもそう、一応垂れてないですね。あ、垂れてない。このぐらいだったらいいよ。ありがとうございます。ちょっと触れるぐらいでいいんですよね、このローラーは。あ、そう、ちょっと触れるぐらいでいい。 こんなもんですか？あ、一回全ピチョってつけて、ピチョで回していけば、はい、ピチピチピチ、いや、もうつくで、やべ、跳ねた。でもなんか均一についてる気が全然しない。ああ、ま、大丈夫ですかね？大丈夫じゃねえ。大丈夫じゃねえですか？つけたら回せばいいんだ。はいはい。ああ、なんかすごい、めっちゃ均一についてる。全然むずっ。すごっ。どう塗ろうか。邪魔ですね、割と。あ、そこ忘れてた。まあ、枚数は適当にいいんだけど。はい。俺は4枚。4枚。4枚ずついく。ああ。縦に4枚ずつってことですか？そうそうそう。大丈夫ですかね？合ってますかね、これ。なんか、結構、ローラー重いですね。重い？重いですか？なんか、思ったより重いです、なんかローラー。力いるっていうか、はい、うん、力いります。なんか結構グイッてやんないとってことですね。そうですね、うん。なんか思ったより周りバリーっていうか、自分が思ってたよりは周りが悪いかも、ローラーのくるくるの。そういうことですか、4枚って。あ、そうそう、こうやってやる。縦に4枚って。縦に4枚ね、びっしり縦。確かに移動がなくなりますよね、多分そうしたら。あっ。ええー、卵壊れとるやろ。よいしょ。縦に4枚ってか、下上だね。あれって、私ひざついてやってましたね。寺木さん、ひざつかずに。確かに。私ひざついてこうやってたんですよ。ああ、ひざつくのは。ひざつかずにこうやってやってます。うん、そうそうそう、こうやってで落ちんように押さえて、はい、足で。だから腰が痛くなるのか。だから、ね、あの腰はやられるよ。座っとると楽だけど、その代わりスピードが遅い。はい、あ、座って動いて。動きやすいですよね、こう、うん、ひざつかない方が。ただまあ腰は痛いけどね。だれ、若いうちはいいけどね。ああ。まあ綺麗に速くだね。綺麗に速く。まあ。いや、でもこのカラーベストのここまで綺麗に。入ってますね、やっぱり。あ、そう、下から上げるでね。あ、下からやると。下からやるもんで。あ、そういうことですね。上からやると入らんけど、下から上げるもんで入っていくんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？どう？そうですね、なんか難しいやろ。
まあでもなんか難しいですね。なんかなんだろう、楽しい、まあ、楽しいんですけど作業自体は。あ、まあ、撮った時は楽しいかもしれない。合ってんのかなこのやり方みたいな感じの不安の方が私は大きかったです。でもそうですね、これ結構腕くるきたんですよ。あ、これこの塗るのに。あ、じゃあ多分明日筋肉痛だね。ですね、多分筋肉痛かもしれないですね。筋肉痛だね。これを職人さんたちは毎日 もっとこの範囲をやってるわけじゃないですか。はい、いやすごいですね、やっぱ頭が上がるんですね。慣れだね。あ、まあ慣れば、まあ、そうですね。私慣れてないからってなるかもしれないですね。なんかもうたまにやるとダメだよ。はい、たまにやるとダメだよ。どういうことですか。あ、たまにやると、ね、もう、ま、毎日やってって毎日やっとるんで。あ、まあそうですよね、確かに。だから俺は足場やったら次の日筋肉痛だと思う。あ、マジですか。あ、もう二度と行きたくねえ。まあ塗装女子シリーズちょっと復刻版みたいな感じですけど。復刻版、はい、復刻版ですね。まあね、寝たないで多分すぐ復活する。寝たない。だってバンバン取りに来い毎回。いいですね、取りに来い、取りに来い。邪魔しに来い、邪魔しに。まあそうですね、まだ復刻版シリーズリクエストだったらまだ復刻、まだ着るんで私これ、はいはい、で今日は、まあ、ギアネの下塗りですね、はい、やらせてもらいました、はい、ありがとうございました、はい、また先生、また次回、また次回、あの、しに行きますので、はい、はい、では、ここ宣伝入っていい、ね、宣伝、はい、宣伝、あの、社長がいつもやってるやつ、はい、あー、あれね、あの、俺とお客さんをつなぐマッチングアプリじゃなかったっけ、じゃなかったっけ、まあ、そうです、はい、じゃなかった、はい、寺岸さんとお客さんがつながるマッチングアプリ登録してくださいぜひ登録してください。あと、求人道場、はい、寺岸さんと働きたい人、そうそうそう、はい、俺のとこ来るかい。寺岸さんと働きたい人も求人道場よろしくお願いします。はい、寺岸2号になりたい人もですね、あ、そうそうそう、職人に、職人さんも、はい、行かれたいやつだけね、行かれたいやつだけ、はい、登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、また次会おう、また次会おう。